なななななななあくにじよなんだなななんだな今日は違う夢を見られますように。すやー、何脇に置いた分厚い本を撫でる。ここに来てもお前本読むの？ねえねえ、何を読んでるの？この声は！あら、かわいい！不意にかけられた声に驚いて、横を見ると、女の子がこちらを覗き込んでいた。え、なんか幼いかな？幼く見えるペコだな。誰だい？君は。君には関係ないだろう。あっちに行っててよ。あんたこそ向こうに行ってよ。ここは私の場所よ。それはおかしいよ。この辺りはうちの領地なんだから、君のものじゃないよ。出て行け、お前は。そんなの知らない。知らない。私いつもここで太田の練習をしてるの。ああ、そうなの。でも、ね、領地ここ今日も練習したいから早くどいて。なんていう生意気なガキだ。じいや、この子供をどっかにどかせてくれ。でもまあなかなか可愛い顔はしているけど、体型はどうかな。ミナトだよ。ミナト。ねえねえ、テオはどこから来たの？この女惚れてるな、僕に。リムンズからだよ。この国で一番栄えているところ、わかるだろ。じゃあ、うん、テオの家ってお金持ちなの？まあね、このリムンズの中では一番栄えてるんじゃないかな。ミナトとは貴族とか庶民とか関係なくおしゃべりをしたいと思っちまったな。私の家も普通だよ。畑のお世話して、紫玉ねぎの農家かな。風ひとつ染まってく音をたなびかせて。あ、でもちゃんと歌えなかったのは反省だよね。まあ確かに歌詞を覚えてないのは良くなかったところかもしれません。父さんは僕を守るために、喧嘩が収まるまで僕を親戚に預けることにしたの？ってことはこっからバイバイになるってこと？もう港とは会えないんだよ。ごめんな。じゃあ私が遊びに行く。それも無理だ。農家の娘が貴族の家に遊びに来たら父さんが何て言うか。今までが特別だった。頼むから分かってくれよ、ミナト。やだ、全然分からない。テオの言ってることむちゃくちゃだよ。バカ野郎。僕だってこんな辛いこと言いたくない。あ、そうだ、分かった。私ってば天才かも。どうした？何が、なんだ？私がテオのお嫁さんになればいいんだよ。バカ野郎！僕のこと好きなの？わかんない。え？好きだから一緒にいたい、夫婦になりたいって言ったんじゃないの？もう知らない。テオのこと大嫌い。いなくなっちゃうの？ごめん、みんなと帰ってきて、ごめん！これ毎日見てる夢なんだ。いつもの夢か。まだ起きるには早いですし、二度寝しますか。ご主人様、起きてますか？ご主人様、あれ？愛しのメイド、マリーが起こしに来ましたよ。なんか聞いたことあるよね、来たな。おい、ベッドの中に入ってきてんじゃないか。あーどどえろ。何してるんでしょうか。何って、ご主人様を起こして誠意にも目覚めさせちゃおう大作戦を。朝からなんちゅうことしてんねん。ってもう来ちゃったんですか。ご主人様早すぎですよ。マリン、ご主人様に襲われちゃいます。体にいっぱい教育されちゃいます。被害妄想宣言でどけよ、お前は。そう言いながらマリンさんが僕の胸板をつつで襲われな。お前、ご主人様だぞ。簡単に僕の体に触れようとするな。朝から出航しちゃいましょうよ。とんでもねえメイドがいるもんだな。とりあえず出航でもするか。出航ぶち殺すぞ。こういうさ、ぐいぐい
くれ女って、結局こっちが本気出して押し倒したらなるんだろマリン。お前今何か私に隠し事をしましたね。してないよ。私の乙女心がビビッと反応しましたよ。さあさあ洗いざらい白状しちゃってください。そんなことしていいのかい。君が恥ずかしい思いするぞ。うるせえカバマリン。キャー、こうなっちまうぞ。じー、それ以上来るとキスするぞ。ほーん、へー、ほー、とりあえずご飯はまだかい。あ、まだ言うんだ何を隠していたんですか。いや、ただ君がね、押されたら弱いんじゃないかって思ってただけよ。私に迫られすぎてうっかりガチ恋しそうになっちゃったとか。いや、それはありえない。うわー、こいつ嘘ついたわてよ。ご主人様もやっと私の可愛さに気づいたんですね。マリン困っちゃう。お前はいつでも可愛いペコだぞと。お嬢様に隠れて出航しましょう。おいおい、じゃあベッド行くか。冗談だから勘弁してくださいとか、出航って意味が分かりません。でもメイドに手を出したなんて姉さんにバレたら一生許してもらえない。あ、かわいい姉ちゃん、いいね。おはようございます姉さん。おはようございますテオ、昨日はよく眠れましたか。あ、確かな、礼儀正しいお嬢さんって感じだわ。生意気なクソガキに大嫌いと言われた。姉さんはいつでもテオの味方ですよ。姉さんありがとう。おいマリン、朝食はまだか。もう姉さんとの会話もう十分楽しめだぞ。早く記憶を取り戻して姉さんに心配をかけないようになりた。え、待って、ワンジャ、これ姉ちゃんともやれるのかな。姉ちゃんとも恋愛できんのかな。マリン、マリン、まだか。食事は遅いぞ。食事を用意しろと言ったよな。姉さんを待たせるなんて飯抜きにするぞ。え、かわいい。このふぶき先輩、壺の中身血のように赤いソースがジューシーな肉料理にかけられる。え、なに、血なのこれ。ホラゲやめてよ急に。え、な、誰の。辛いものを食べると目が覚めてすっきりするんです。手をもかけますか。いや姉さん、さすがにそれちょっと胃が甘くなっちゃうから。でもおかげで少し退屈です。じゃあ僕が刺激を与えてやるよ。カバ姉さん、僕実はキャー、こうなんだろうな。見ましたけど、辛いを通り越して痛かったですし、マジかよ、口の周りがヒリヒリして大変だったんですから。その刺激がお前にとっては良かったんじゃねえの。ご主人様がお嬢様の食事を美味しそうに見つめていたので忠告を。テオは恥ずかしがり屋ですね。直接私に頼めばいいのに。いや、いらないです。あの辛いのマジで苦手で、ちょっとマリン、テオにもデーモンソースを出してあげて。あ、大丈夫ですよマリオ。お前おふざけんの分かってんだろ。かしこまりました。バカ野郎か、お前僕の部屋に来るんだ。後でしつけが必要だな。負けるなご主人様。気合だ気合。うっせえ、お前も一緒に来るじゃん。ほらご主人様、水水。マリン、コップありがとう。新しいメイドが来ます。おいおい、この後顔合わせをするので心の準備をしておいてください。おい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 、まず目に入ったのは特徴的な紫色の髪だった。そのなんか声も聞いたことあるような。本物だ、本物のテオだ。え、主人の名前を勝手に呼び捨てだと。おい、このアクアってやつはダメじゃないかマリン。よかった、また会えて本当によかった。おいマリン、いつもの地下室にこいつを呼んどけ。ちゃんとしつけをしないといけないみたいだ。エロ、待って、エロい、エロい、えっ